えー、今朝自分が末期癌と申告され、余命数ヶ月となった夢を見ました。ほう、なんかそんなニコ生主がいますね。 えー、かなりリアルな夢で夢の中で私が取った行動の一つにひろゆきさんの10万のスパチャをして余命数ヶ月となったら何をしたらいいか細かく教えてほしいという質問をしていました、えー、実際に聞いてみたいと思いスパチャで質問しましたよろしくお願いします、えー、私は20代後半新婚で現状幸せですが、えー、死ぬ間際の時に妻に子孫が作れなくてごめん謝、えー、り謝りいなくなっても幸せになってほしいと言ってましたえっと数ヶ月だったら子供作れるんじゃないだから 今すぐ子供作れば今6時57分なんで出勤までに子供作ればいいんじゃないですかあのまあその余命数ヶ月ぐらいってまあよくあるんですけどあの人によってはそれでで何年も来たりすするパターンがあるんですねあの前にも言ったかもしれないんですけどもソニーコンピューターエンターテインメントっていう会社を立ち上げてあのプレイステーションっていうのを作り出した。 あのまあくたらぎさんという社長でその下にあの丸山さんっておっちゃんがいてでその丸山さんっておっちゃんがもともとソニーミュージックであの小室哲哉さんのマネージャーとかやってたんですけどもう10年ぐらい前にあの喉にがんができてでそれがあまりに大きくなりすぎて水が飲めなくなったんですよ要はあの埋まっちゃって。で入院してまあもちろんステージ4であの全身に転移してます。で 余命数ヶ月ですってて言われいまだにピンピンしてるんですよね <laughs> もう10年ぐらい経つと思うんですけど10年以上経つかな震災より前だからうんっていうのがあるので余命数ヶ月ですって言われても生きてる人は結構生きてるんですよ丸山さん74 4? 4とか5とかそんな感じかな、うん、っていうのがあるので余命数ヶ月って言ってもあの生き残る人は全然生き残りますあれ力也さんも確か 嫁なんかヶヶ月3ヶ月とかか言われれててもうそれぐらいい経ってないなんか結構前だよねあの力也さんっていう生主の人がそのあの綿あめ屋とかで結構有名だったりしたんですけどまあその後ニコ生主とかやってでその後あのなんかがんになりましたっていうんでめっちゃ痩せたところでなんかおいおい力屋大丈夫かよみたいになってるんですけどまあ、相変わらず力也さん元気にやってるみたいなんでなんか結局生きてる人は生きてんだなと思ってますはい。 <laughs> コメントで「まだ生きてる」ってすごいコメントだよね <laughs>。